当時は坊主でしたよね。まあ仮説はそうだったんですけど、はい、でも今ってその栗木監督になってから坊主は廃止にしたっていう、はい、この新チームからですね。あ、新チームから、はい、それまでは、はい、まあ坊主だったんですけど、はい、それとかはどういうあの意図があってっていうか、そう、最初国見に来た時に、はい、やっぱいろいろと外から見てる国見と、はい、入ってからの国見っていうのが、うん、結構ギャップがあったりもしましたし、はい、僕らの時は全国大会に出て、はい、もちろん当たり前ですし、やっぱ勝ってる時代とかっていうのは、ただ国見が坊主だから、まあ、坊主にしてるし、うん、当然そこにこう多分彼らなりの意味とか、はい、そういうものをあんま持ってないような気もしてましたし、うん、で実際坊主にしてもちろんいい部分もあるのかもしれないんですけども、うん、それよりもやっぱり中身の方が大事なんじゃないか。例えば、うん、坊主にしてていろんなことができてない子っていうのは、うん、ただ坊主にしてるだけっていうところがあると思うんですけど、うん、けどそういうことよりも、まあ、ルールはやっぱ学校のルールっていうのはありますし、うん、そういうルールの中でやらないといけないことっていうのをやっぱり求めていった方が、うん、まあ、今の時代には合ってるんじゃないかなと思いますし、うん、なるほど。当時と今の国民の違いってどういうところが違えると思いますか？当時はやっぱりもう勝って当たり前のチームだったので、はい、選手たちももちろんそういう意識で、あ、はい、当然国に入ってもう日本一を狙うっていう意識で入学してきますし、うん、やってること全てそういうところにやっぱつなげていくっていうのはやっぱりあったと思いますし、はい、で今の国見ってもう勝ってない国見っていうことで、全国大会出てる生徒は一人もいませんし、あ、はい、国見が勝ってるのを多分記憶としてもほぼないですし、うん、だからそういう意識の差っていうのは、うん、当時の国見とは全然違いますし、うん、今で言ったら例えば青森山田高校であったり、はい、九州で言ったら大津高校、はい、東福岡高校、全国が当たり前になってるチームっていうのはやっぱりもう入学してくる時からの意識レベルが違うなと、うん、なるほど。そこをやっぱり目指して、はい、その当時の方法であったり、はい、考え方ってでやるんではなくて、うん、そこは自分なりにこういうことが今必要だなって思うことをチームとしてのベースを作っていってるとこかなと、うんうん、なるほど。九州新人、はい、優勝したってことで、そうですね、チーム自体はこう結果も残しつつちょっとずつこう進化してってるっていう、はい、これだと思うんですけど、今後の球児監督 の、 その監督としての目標をちょっと教えていただきたいんですが、やっぱり我々の目標は全国でやっぱり勝つっていうことが一番の目標ではあるので、はい、ただ子供たちをどうやって育てていくかっていうことがやっぱりもう一つはあって、 J リーグであったり大学であったり、はい、そういう上のカテゴリーにつながるような選手を育てるっていうのと、やっぱりサッカー通してやっぱり人を育てていきたいなっていうのもあるんで、まあ、欲張りではあるんですけど、いろいろとそこが全部なんかつながってるような気がして、先代からもずっと教えがやっぱりそういうところはあるので、はい、人をしっかり育てていきたいなっていうのは個人的な目標ですね。